今回は韓国写真館さんからご連絡をいただき、写真撮影に行ってきた様子の Vlog になります。では見てください。もうやばい、せっかく化粧したのに汗が結構やばいんですけど、6階だそうです。6階に行きます。エレベーターで6階に上がり、左側に曲がるとすぐ目の前にスタジオステイさんがあります。中に入ってみると韓国のフォトスタジオのような雰囲気で、こんな感じで、撮影前にカウンセリングシートを自分で記入します。そしてこんな感じでメイク直しができるようになっています。背景の色を選んでるんですけど、15色あるみたいです。撮影は全部で10回撮ってくれます。こんな感じでスタッフのお姉さんが、髪の毛なども軽く直してくださいます。よりよく映るために角度を調節してくださったり、何よりこうリラックスして撮れるようにたくさんお話ししてくださったので、すごく楽しかったです。撮影終わったデータをすぐにこんな感じでモニターでチェックすることができました。なんか気に入ったのがあれば後で全部見比べられるので、はい、とりあえず 3,4 枚選んでもらって、はい、そこからラスト1枚選ぶような形にしましょう。なので一回いきますね、はい、次にどのように修正していきたいかレタッチを選んでいきます。まずはじめにナチュラルは、顔の左右のバランスの修正と、次髪の修正、肌の修正、ほくろの除去の修正をしてくれます。できるだけ自然に近い感じになるそうなので、パスポートなどにおすすめだそうです。次にスタンダードです。スタンダードは一番人気があるみたいで、フェイスラインと目の修正、髪の修正、あとは鼻と唇の修正まで行ってくれるそうです。最後はゴージャスという修正方法ですが、こちらは、肩幅や腕などをスリムにしてくれる修正方法で、首を細く長く見せてくれる修正があります。あとは人中の修正などがあるみたいです。こちらの修正方法だとプロフィール写真などに使われる方が多いみたいです。ナチュラルかスタンダードを選ぶ人が結構多いみたいです。私はスタンダードにしました。
で、だいたい私は多分化粧時間がなかったからです、ね、化粧時間がそんなになかったからだと思うんですけど、30分とかで、はい、30分ちょっとぐらいで全て写真撮影して、写真選んでその修正点を、探すところまで終わりました、はい、めっちゃちょっと仕上がり、なんか3日後ぐらいに修正したものが届くみたいなんで、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。私は今からダンスのリハーサルに行きたいと思います。